はい、こんにちくしょう。今回はちくしょうどもを地獄へ送ります。どういうことかというと、1マスネザーゲートを使った動物トラップ焼肉製造機ですね。これの効率が本当にどちくしょうでして、異次元すぎます。10分でこれだけ上手に焼けました。10分ですよ、たったの。副産物もこれだけあります。10分でラージチェスト2つが8切れそうになるため、1時間の効率はシンプルに掛け算させていただきました。こいつはやべえ、やっべえ、やっべえ、やっべえ、焼肉。あなたが思うよりこんがりです。10分で4種の焼肉、平均750、合わせて3000焼肉。1時間もすれば18000焼肉パワーってこと。それではこの地獄行き焼肉製造機を作れる場所を見ていきましょう。バイオームは草原。草原が無難です。サバンナも大丈夫かな。タイガは狼とかキツネが混じっちゃいますので、砂漠はウサギ祭りですね。絶対にダメなのは海とか川。お気をつけ遊ばせ。お次は動物スポーンの上限。統合版の動物は一定範囲内に4体しか分けません。なので分け範囲を限定するために設定が大事になります。確認だけならゲーム内からでもできますが、変更するにはワールド選択画面からの編集で、ゲームからシミュレーション距離へ行き、このシミュレーション距離を4チャンクにしておいてください。絶対絶対絶対です。シミュレーション距離4チャンクだと脇範囲は半径44マスになります。赤いやつの範囲ですね。そっから外の動物はデスポーンします。というわけで脇層に脇を集中させることができるのです。試しにあそこにスポーンした豚さんから離れてみたら、はい、消えた。しかしながら気をつけないといけないことがあります。動物がデスポーンしなくなる条件というのがありまして、彼らを餌で誘惑してみたら、一度でも餌に反応した動物って、ちょっとずつ、ちょっとずつ、そしてどれだけ離れても、デスポーンしません。こうなると脇上限を圧迫してしまうので、土に返してあげてください。後でミタックが美味しくいただきました。繁殖させた子も同じですね。いただきます。というわけでトラップを作るときはなるべく、動物の餌となるアイテムを持たないようにしましょう。このように動物の上限はとてもデリケートな問題です。当然、動物を飼っている拠点が近くにあってもいけません。その距離は、脇層から4チャンク先まで離れていればいいので、つまり、脇層から横に80マス離せばまず大丈夫です。縦には無制限なので、必ず横に離してください。こんな感じです。この範囲にデスポーンしない動物がいないようにすれば OK です。脇層の半径は40マス弱なので、脇層の中心から見たら120マスになりますね。それでは作っていきましょう。材料はこんな感じです。試食の1マスネザーゲートは1100個です。17スタックと12個。数はそれなりにありますが、設置するだけなので簡単です。すでに持っていれば、ねえ？これから入手したい方は、こちらの動画をご参照ください。黒曜石は18個あればいけるでしょう。あなたが行き来するゲートの分、あと火打ち石に、待機場所までの足場もしくはブロックプラスはしご、ネザーに作る処理槽は焚き火、チェスト、ホッパーが4つずつ、糸が8個あれば快適になります。処理槽を囲むブロックは適当に用意してください。ってことでトラップ作成予定地、脇層の中心まで来ましたら、待機場所まで23ブロック積み上がります。持っていれば足場ブロック、なければブロックとはしごの組み合わせで OK 牧場。地上から23マス上まで上がれたら、その辺に黒曜石でネザーゲートを作成しましょう。横幅は2マスで十分ですが、安心メトリーが気になるので3マスにしてみたとです。それだけです。できたら火打ち石で点火。たら下へ降りまして、中心から1マス開けたところに、1マスネザーゲートを設置しましょう。そしたらこの1マスのポータルからネザーへ行きます。ああ、リハで作ってあるのは気にしないで、差し寄り処理槽はまだないものと考えてあげて、ネザー来た時に生成されたゲートの上にもう一個、黒曜石でゲートを乗っけてください。できましたら火打ち石で点火、開通してあげて、上のゲートから一旦戻りましょう。必ず上のゲートから、したら待機場所に出てきますので、また普通のネザーゲートから地獄行き、すると、上のゲートから出てくるはずです。これであなたが下の処理槽のゲートから出てくることはないはず。適当に足場を作っておきましょう。念のため動物の気持ちになって、1マスネザーゲートから入ってみたら、ちゃんと下から出てこれましたね。
それではここから処理槽を作っていきましょう。処理槽いきます。まずは空間を作ります。下のゲートより3マス下までできたら、ゲートのラインに筒となるブロックを設置します。これガラスじゃなくてもいいです。逆サイドにも設置。ああ、一番下はいらんかったチェストが来ます。ラージに大きくして設置。これまた逆サイドにもしてあげたら、それぞれにホッパーを背後から刺します。しゃがみながらですね。たらその上に焚き火を置きましょう。これもしゃがみング設置。4つ置けたら、このままだと煙たいので糸を置いときます。焚き火の上に糸を2つずつ置いてみてください。全部置けたら、あら不思議、もう煙たくありません。素敵。たら筒を増設。上はネザーゲートの中段まで置きます。召喚された動物が飛び越えられないように。逆も置いたら、正面も立ててしまいます。できたら角も少し塞ぐ必要があります。焚き火の上の高さまで、ここを塞いでおかないとちびっこ動物が飛び出してしまうとです。 OK。 でも実は一番下チェストの高さはいらなかったです。何はともあれ、処理槽はこれで完成。ああ、下のゲートの裏は塞いでください。大脱走事件が起こるところでした。なんて危険が危ない。そんな険しい事態を回避しつつ、あとは現世に行きます。ネザーゲートを置くだけです。上のゲートまでの道を整備して戻りましょう。待機場所から出てきて、降ります。降りたら、中心からゲートを伸ばします。最初に置いたのも入れて中心から18個。行きます。ネザーゲートは隣にブロック置くと消えてしまうので、間を1マスずつ開けて設置します。18個置けたら、次は外周に置いていきます。埋まってる滑らかな石はガイド、ただの目安です。中央のネザポから1マス開けてスタートして5個置きます。5個置いたら、次は手前に1個置いてから、横に2個置きます。たらまた手前に1個置いて、そこから横に2個。これをもう1セットやります。横に2個は計3回ですね。たらここからは手前に1個置いたら横に1個置く。これを4回繰り返し。置けたら、残りは反対側から攻めた方がわかりやすいと思うので、この辺を置きます。ここも中心から18個置いてあげたら、こちらも中央から横へ5マス。行ったら手前に1個置いて横に2個の繰り返し。お3回やると繋がります。こんな感じ。すると綺麗な四分円ができています。この要領で外周を囲ってしまったら、あとは内側を埋めてしまうだけです。空豆選手頑張っています。この作業、慌てなくていいのですが、すでに置いたゲートから動物がワープしてしまいますので、あまりのんびりやっていますと、ネザー側に動物がわんさか溜まって大惨事になります。最低 FPS 待ったなし。モンスターと違って、ピースにして入れば平気ってわけにもいきません。マジで大変なことになります。先に処理槽を作ることの重要性がお分かりいただけただろうか。完成後木金でうっかり放置しすぎないようにご用心。普通に稼働させる時も、現世にサブキャラを置いた運用がおすすめです。ふううっかりで割と簡単に大惨事に。ってことを行きます。ネザゲ1列の個数の図です。材料量と連動してたりします。というわけで、ゲートを設置し終わってからの最後の仕上げは、待機場所の頭上に葉っぱもしくは不透過ブロックを置いておくと、ファントムを開かなくできます。ただしすでに湧いていたやつについては、危険が険しいので、安全対策は各自しっかりお願いします。ああ、ただのただし。動物は地上にしか分けないので、湧き槽の上に屋根があると分けなくなってしまいます。ガラスと葉っぱは大丈夫です。待機場所を拡張するときはお気をつけください。とこれにて完成。それではまとめに入ります。このトラップを使うときはシミュレーション距離4チャンクで、23マス上に待機。サブキャラやお友達を使って、待機場所と処理槽に分かれるのが効率いいです。現世オンリーで試すぎると大変になるのもありますから。あと最後にもう一つだけ。統合版には200体制限ってのもあって、
時間が流れてる範囲にモブが200体いると、新しく湧かなくなります。これはマルチだとお友達の分もカウントされるので、湧き層の周りに湧きを邪魔するモブがいなくても、お友達がモブ200体いる場所にいると湧かない。なんてことも起こり得るので、覚えておくと慌てなくて済むと思います。ああそれといきますネザーゲートは明るさ11あるので、夜でも動物湧きます。モンスターは湧きません。それでは今回はここまで。この異次元すぎる焼肉製造機で浴びるほど焼肉ゲットしちゃってください。地獄駅。バイバイ。あばよ。